あ、そうですね、おめでとうございますは伝えたいですね。緊張しますし、会いたいって言ってるって言われて会いたくないとは言わないんですけど、積極的に会いたいかって言われるとちょっと会いたくないですよね。なんつうのかな、ヒップホップが悪い人のカルチャーみたいなのがあるじゃない。の中の異端種としてこう似てるっちゃ似てますよね。ヒップホップと青木信也ってなんかあります？ないね。家庭壊して一人ぼっちで飛び出して、どうだお前が羨ましいだろう。こんにちは、お世話になります。ありがとうございました。お疲れ様でした。臆さず言えるっていうのは自分に自信があってやることやってるっていう自負があるからだと思うんで、あれが言えること自体がまずリスペクトだし、お互い多分人見知りですよね。そうですね、間違いなく人見知りの要素を想定してるんで、これむずこれは今日は難しい。とにかくおめでとうございました。ありがとうございます。本当に最高の勝ち方でしたね。いや恥ずかしいですね。そうなんですか。はい、ライブというか、はい、こう人の前立ってあれって別人がやってるものみたいな意識ないですか？自分は結構あんまないですね。そこないんだ、はい、繋がってます、ね、僕繋がってないものになっていて。あ、本当ですか。特にその格闘技と違ってライブはその自分がもう作ったことを再現するだけなんで、僕は緊張がないですか？緊張しないですね、ライブは。その自分は MC バトルっていうのもやってるんですけど、はい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 、そっちはめちゃくちゃ緊張するんですけど、格闘技は緊張されます？格闘技はめちゃくちゃ緊張します。なんかそうなんです、ね、でもなんかサウナみたいなもんですからね。どういう意味ですか？出るのを楽しみに入っている。とことんこうストレス与えて、はい、やりたくない、苦しいっていうのをとことん追い詰めて、その後何分すごい強烈な刺激があって、で試合終わってやって解放されるじゃないですか。その後なんかふわふわしてる感じを楽しむような。なるほど。その、まあ、サウナとかこうストレス与えて解放する系に近いですよね、はい、ああそっちなんですね、はい、全然違うっす。じゃあ僕の感じとは全然違う。じゃあ MC バトルやっててこれやっつけたぞって感じないんですか？いや、ほっとするって感じの方が多いかもしれないですね。なんか自分は勝って当たり前だと思ってやってるんで。ラップの方が辛いよりもイケてる。俺はラップのおかげでここにまだ立ってるってことだ。先週からハーレムガラガラ負けるとうわーって感じなんですけど、勝ったらまあだよな、ほっとしたって感じですね。勝った当たり前と思ってやるっすね。今はもうそうっすね。勝った当たり前だと思うとこのドキドキ感って減ってこないですか？いや、それがあるんですよ。なんか本当に出たとこ勝負なんで 100% 客判定なんですよ。 KO があるわけじゃないんで格闘技って、はいはいはい、なんで伝わってなかったら負けるんですよね、こっちが 100% やれたと思っても。なんでその緊張はあります、ね、それ面白い。それは姉はキレッキレのこの関係者だけ分かるような面白いこと言っても、はい、客と握れてなかったら負けると思うんですよ、ね、そうなんですよ、 そうなんですよ。それがあるんですよ。なんか最近青木さんが結構格闘技、特に自分の試合とかのこと結構芸事みたいな言い方してるじゃないですか、はいはいはい、こうプロレスっぽさというか、うん、プロレスってまさにその相手を立たせつつなおかつこう自分のいいところを取ってっていうやり合いなんですけど、それがやっぱ面白いですよね、うん。痛いしろこの野郎てめえ、負けてねえよお前、負けたのあいつだお前、おいおい、お前が引退しろ、お前が引退しろ。自分がマイクを持ってる時間とか自分がその後の時間を長くいればいいわけじゃなくて、どういうこうまで去れば一番いいかなみたいなのが一番面白い気がしますね。そうですね、はい、そこをそんなに気を使ってらっしゃるんですね。やっぱり要は幕の内面どうだかな、工業って、はいはいはい、あの全部ステーキだとそうす、ね、胃もたれしちゃうじゃないですか、うん、それがこう格闘技の人はみんなやっぱエースで4番的なことをやりたがるんですけど、うん、まあでもスポーツとか格闘技はそう
じゃないですか。でも僕なんか全然そこを最初からあんまり目指してなかったから、こう今の立ち位置がやっぱ一番楽ですね。ああ、なんか僕勝手にあの青木さん主人公じゃないじゃないですかみたいな、はい、この絶対に主人公じゃない感じっていうか好きっすね。失礼なこと言わせてもらったんですけど、ね、まさしくです。やっぱ意識されてたんですね。基本的にやっぱこう僕みたいなことを言って理屈こねくり回すやつがメインストリームにいると困るんですよ、ね、絶対、はい、サブカルチャー的な役割だから、はいはい、だってあの僕それ格闘技にも言えると思ってて、やっぱ格闘技もあのメインストリームに来るとやっぱ困っちゃうと思うんですよ、ね。ヒップホップもそういう要素あると思いますけど、ヒップホップがメジャーの本当のど真ん中に来てもそうですね、無理っすね、やりたいことできなくなっちゃうじゃないですか、うんうん、そのなんか窮屈さがあるから、僕なんか格闘技をメジャースポーツでみたいなこと思ったことないですからね、はい、逃走中とか出たいなとか思わないですか。あー思わないな。なんだろうな、やっぱその僕結局あのワールドプロレスリングってあの新日本プロレスが昔夜中にやってたプロレス番組にをずっと追いかけてみてたようなタイプだから、深夜の30分とかにたまに出てるぐらいでいいんですよね、はい、僕はもうちょっとなんかヒップホップに関してはもうちょっとちゃんと認知されたいなっていう気持ちはありますけどね。やっぱり人格形成がされる前の若い子たちにダイレクトで届く位置まで行きたいなと思ってますけど、正直。あ、届いてないですか、ね、まだ届いてないですね。あ、そうなんだ、うん、そのヒップホップの上積み的な部分は届いてるかもしれないですけど、僕が本当に影響を受けたようなところはまだやっぱ届いてないなと思うので、物事の判断とかの基準にヒップホップをしたいなと思ってるぐらいなんで、価値観を作っていくものにしてる、ヒップホップ的な価値観で物を考えてほしいなって思うことは結構あるんで、若い人には。うん、それはあるかもしれない、それは僕もあるかもしれない。この、まあ、プロレス格闘技のこの文化というか価値観が世の中に広まればもっとみんな生きやすくなるよねと思ってます。そうですね、なんか軟弱な人が多いなってやっぱ思うん で、うん、で軟弱と結構対極にあるんですよ、ヒップホップの考え方って、うんうん、でやっぱ人が強くなるし、今まあ、全体がそうか分かんないですけど、弱い人できない人に合わせて何かしようっていう考え方じゃないですか。それってでも進まないっていうか、もう進化をやめちゃってるっていうか、ヒップホップのその先進的なものの考え方だったり、その弱い部分を強さに変える考え方だったりっていうのをみんながちゃんと実践できれば、その極端な話自殺も減ると思うし、差別もなくなると思うし、俺は結構宗教だと思ってるんで、それはあの啓蒙していきたいなと思ってます。ラップとビートとここに戦う2人がいればどこまでだって上がれるって証明していこうぜ。でもなんかこう僕もこれ僕よく 横移動って言うんですけど、この格闘技総合格闘技でやってきたこととかやってく上でこの学べることっていうのは他のことにすごく役立つことだし、それを横移動していきたい、横移動して広めていきたいっていうのも同じマインドなのかなと思います。そうですね、はい、まあ総合格闘技で言えばあの寝技が強かったらその寝技を生かすために打撃をやる、テイクダウンをやる、でもっとその逆もありですよね、打撃が強かったら打撃を生かすために他のものをやるとか、どん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 進化していく。で当然負けた時にどう立ち上がるのかとかで、こう結局生きなきゃいけないからこう歩んでいかなきゃいけないから生きろっていうメッセージだったり、それはこの格闘技を実際にやらなくても格闘技を知ってみることによって、そうですね、あの伝わるみたいなところは強く持ってて、これってその青木さんだったり横さんだったりが求めてるっていうか、思考の人が増えたら世の中で良くなるんですか。世の中が良くなるか、僕の考え的には極論僕がやってることは大衆を良くするものじゃないので、日本中が良くなるものじゃないけど、間違いなく僕がやってるもので救われる人はいると思ってやってます、うんうん、
あの全員を救えるとは思ってないし、救おうとも思ってないな、僕は、うん、僕はどうかな、別に誰かを救いたいとかは全く思ってないですけど、自分と本当に自分の手の届く仲間がもうちょい生きやすいようにしたいなっていう感じですね。多分よくはなんないんですよ、正直。孔子とか昔の賢い人がもう答えみたいな本とかもう出してるし、誰でも読めるようなものがあるのに、それを読んでない人がほとんどで、で毎日毎日新しいアホが生まれてくるわけじゃないですか。結局大きくは変わらないと思いますけど、なんかでも自分の手の届く範囲ぐらいはちょっと変わったらいいなっていう感じです、ね、それぐらいはできるんじゃないかなと。ありがとうございます。花道で、東京ドームの花道にさ、こうビールだの何だの物が投げ込まれるみたいなものが、やっぱ今そこまでの熱狂が作れなくなってますよね、うんうんうん、それがなんか寂しくてしょうがないですね、うんうんうん、熱狂はないですね。ないでしょ、ないです。競馬場とかだと、あ、大本命の馬が負けたりするとバカ野郎ってこう、あ、競馬場にあるのか。あれはやっぱお金がかかってるから、生活がかかってるから全員本気で自分ごとになる。本気なんですよね。そうですね、自分ごとになってる。あ、ってことは自分ごとにまでやっぱ昇華させれてないんだよな、まだ。うん、そうですね。まあなんかそれ大きいですね、やっぱ自分ごとにまで昇華させれてないんですよね。感情移入まではさせてても、うん、自分ごとにまで置き換えれないんだろうな。やっぱ尾崎が死んで格闘技始めたって人何人か知ってるんですよ。やっぱそういうことなの。それはどういう思考の。俺が聞きたいですけど。でもそのミュージシャンが死んだからとか、でなんか自分がこう変わらなきゃいけないって言って始めた、すがるものが欲しくてやったみたいな人いますけど、やっぱそこまで自分ごとになんなきゃってダメなんだろうな、うん、そんなことがありましたよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。